飛びつかれ、飛びつか、飛びつき失敗、残念。そこ私がボディーブロー。よっしゃ、決まった。ナイスターン、ナイスターン。いけ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 、燃えろ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 。おい、ナイス。おい、かかってきやがれ。あ、やっぱいたな、破裂。この人破裂使うね。おらよ、リカ。はい、こんばんは。最近攻撃特化キャラを育てている島津でございます。ということでね、本日はサミュエルでやっていきたいと思います。またランク11なんですよね。で、今回は、レベル40、ランク40のね、アネットですね。アネットクリーチャーね、メインで使ってくるんで、サミュエルがね、刺さればいいんですけどね。今回確かあれつけてきてる、パークと。待て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 、逃げ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 。 OK。 おー、よかったよかったね、奇襲失敗ですね。2体出してたっぽいね、破裂ゾンビ。それでね、今ね、あのサミエルの目標なんだけど、待って、また破裂ゾンビだよ。ナイス回避、オラよと。今ボディーブローしたと思うんですけど、うん、ボディーブローの時に解毒作用と一定時間ね、解毒作用と、少し回復するこういうスキルがあるんですけど、今ね、それをね、獲得するのを目標にしてます。後ろ任したよ、ベッカ。どこいる？あー、いや、そこね、扉の横にいたっぽい。これどうすかな？どうすかな？おらよ！効くやろ！ボディブロー効くやろ！おらよ！ボディブローのいいところは、ダニエルじゃなければ、大抵スタンするんだよね。うん、一時的に。だからみんなにね、うん、そう、攻撃の手を、うん、緩めさせて仲間にフルボッコにしてもらうっていうことができるからね、固めてますね。ここはちょっと4人でやりたいね。4人で4人で協力したい感じ。ちょっと他のとこ行こう、集まるまで。あ、やばいやばい、ベッカ行く、ベッカ行っちゃう。ちょっと待って、ないね。ん？ないよね。うん、グリーンハーブだけ取って。ベッカベッカ、待って待って待て、ベカ、ベカ逃げ、あぶねえ、あぶねえ。粘着弾撃ってたか。やばい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 、マシンガン、マシンガン、マシンガン。あ、いたよ。ボディーブローが外れた。あ、よかったよかったよかった。行こう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 。ナイスナイス。ローキック。ジルのローキックね。あれ効くからね。何気に。なかったよね。ないよね、こっち。やばい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 。飛びつかれ、飛びつか、飛びつき失敗、残念。そこ私がボディーブロー。どうや、女の子にボディーブローするのも気が引けるが、まあ女ゾンビだからね、よしとしましょう。あった、やりきれんかった。ちょっと痛いひな、痛いひな、痛いひな。やばい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 、うわー、飛びつかれた。お願い、ナイス。さすがアネットのメイドゾンビですね。あんだけ殴っても倒れませんよ。やばい、これちょっとまずくねえか、バレリースプレーガンって。こっちなかったよね。あ、待って待って待って、一回一回ひな、一回ひな、破裂するやろあれ。ダメージ入ったんじゃない？うそ、生きてた、生きてたっつうか、まだ動けたか。400から500入ってたっぽかったからね、あの場で爆発するかと思ったんだけど。やばい、ボディープロー。オッケー、動き止めた動き止めた動き止めた、来て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 。いやー、噛まないで噛まないで噛まないで、ありがとう。ちょっとまずいね、あの自主的にね、ブルーハーブとかで回復するしかないですね、バレリーガスプレーガンってことは。うん、とりあえずギリギリクリアかな。なんか奇襲仕掛けてきそう、この人。ほら、リッカいる、リッカいるの。ちょっと、まず回復すまんな。で、ちょっと待って、あの金属パッド、金属パッド、はい、スプレースプレースプレー、回復して回復して、みんな。オッケーオッケーオッケー。殴るー殴るー。まあ、燃やせ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 。よしよし、シュシュッシュッ。あらあらあら、ダウンしちゃった、ダウンしちゃった。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、ナイスバレリー。これあれ重ね掛けだね、ミックステープの。うーん、ミックステープ重ね掛けバレリー。ブルーハーブ買って、また、うわー、ケロちゃん出してる。おらよ、おいおい、鋼鉄の拳でも食らえ。よーし、まずダウン。
一人倒した？一人当たったね。よかったよかった。ケロちゃん当てるの難しいからね、素で。一発当たりましたね。ちょっとこれも行こうか。向こう行こう、向こう行こう。ていうか、もう一段階入っちゃったよ。多分、感染強化してきてるね。こいつも殴って。金ピカゾンビめ！眠れ！ちょっと当たんない当たんない当たんない。落ち着け落ち着け落ち着け。ナイス。ボディーブロー射程が短いからね。外れたりするんですよね。よりっくいたけど逃げます。よりっくいたけど逃げます。無理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 。痛いな。あらららら、バリほらバリーから手を離せ。手じゃなかった。前足を離せだった。ちょっと痛いね。もう2個使っちゃった。ブルーハーブ。もうちょっと先でね。うわ、痛い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 。動き止めて待ってたね。待機してたね。さあ、ヨリックが一人歩きしてますよ。ちょっと回復して。弾ね、渡せればいいんだけどね。他のメンバーに。自分、サミエルの場合だともう完全な近接特化。銃持たないで、近接にだけコストをかけていく感じなんですよ。あとは、そうだね。ロケランジルだったみたい。ケランジル、ナイスナイスナイス。もう圧倒してくれ圧倒してくれ。来る？あ、終わった終わった終わった。タイムアップタイムアップ。じゃあ取って、そうだから銃を買わない分ね、投擲武器にコスト回すんですよね。もう一個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 。ブルハブ取って、どこだ、カードキー。カードキーじゃない、端末。こっちに多分2箇所固めてそうだよね。ここにないってことは。はい。ここ、ここ。ちょっと待って。弾置いて、強化して、一軒開けるよ。ペッカ、援護よろしくね。絶対、うん。ちょっともう、今、復活させてくれたからよかった。あれ、いないいないいない。そんないなかった。思ってるほど。ナイス。多分向こうに夢中かな。今ダウンしてたから、あっちをどうにか倒しきらないとっていうので、こっちはおろそか状態みたいですね。ならチャンスです。こう奥に多分1個あると思う。あった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 けど、あ、いけた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 、よかった。なんかな、それ地雷かな。はい、次。あー、地雷だったみたいだね。あ、奥だよね。奥っていうか、最初のスタート地点に1台あるよね。きっと。リッカーおる。いやー、食らっちゃった。ベッカー頼む、ベッカー頼む。ケロちゃんもおる。やばい、破裂ゾンビも出てきた。わー、わーわーわー、やばいやばい、ケロちゃん、ケロちゃんが3体いる、3体いる。まず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 。銃でどうにか撃退してくれ。よし、ここもクリア。行きましょう行きましょう行きましょう。勝利だと思わないで。ケロちゃんにはね、サミエル弱いからね、銃持ってなければ。はい、これは入り口固めてんね。もう入り口固めてるわ。どう、やっぱ固めてた。よっしゃ、決まった。ナイスターンナイスターン。いけ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 、燃えろ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 。おい、ナイスナイスボディブロー。うー、オッケー、振り払いしていこう。燃やせい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 。いて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 。よし、ステージ2クリアですね。ブルハブあと2個あるよね。で第3ステージでもまた帰ると思うんだけど、ここがねきつそうだよね。大量の毒毒で来る気がする。ちょっと弾置いていこう、ちょっと置き場所悪かったね。あれちょっと気づいてもらえないかな。もらえなさそうだね。とりあえず飲んで、リペアキットたくさん買ってから、ね、火炎瓶。最近はね、もうほんと、サミエルだとこんな感じで、投擲に回してね、銃のコストを。おい、かかってきやがれ。あ、やっぱいたな。破裂。この人破裂使うね。おらよ、リカ。君が、
泣くまで殴るのやめないぞ。よーし、いい泣き声だったぞ。許してやろう。ねえ、いやー、タイミングよくね、もう一匹のリッカーも近くに。まだいるか。3匹目のリッカーがいた。ちょ、まず、あ、向こうに行った。よかった。攻撃止まりだった。ね、いいタイミングでリッカーが転がってきてくれたから、2匹同時に処分できましたね。いや、ほんとね、はい、こんな時のための火炎瓶。いや、ほんと鉄の拳ね、リッカーに有効なんですよね。まあ、そう、下、下段攻撃になっちゃうから、その、殴る、なんていうのかな、連射力は低いんですけど、あれ、かわされた。スタンもするし、ほぼね、スタンするから、そういった面では、リッカー対策としてサミエを連れていくのはありですよね。あおう、ロケランジルが、バンバン撃ってますよ。いや、これさ、ね、近くまで行かなくても、ね、強力な一撃与えられるから、えぐいよね。はい、もう終わった。よいしょ。眠れ、眠っとけ、眠っとけ。2体目出してきた。待って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 。急げ急げ急げ。殴れ。パン、パン。後頭部をヘッドショット。ヘッドショットじゃないな。やばい。待って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 。あー、誰か、誰か助けて。痛い痛い痛い。お金盗まれてる、お金盗まれてる。お金くすねてる、こいつ。お金くすねてる。あー、ごめんなさい。ダウンしちゃった。誰か助け来てくれ。お金くすねられたし倒されたし、ちょっと這いつくばって向こうに行っとこう。昇降機上げられたらきつい。まずいな。すまんな、すまんな。ちょっとミスったぜ。ケロちゃんからのね、連撃でしたね。連携、連続攻撃。いやー、やせんかったわ。ちょっと待って。回復回復。はい、マシンガン持ちか。いていていて。はい、うーん、効かない。あと一発、あと一発入れば倒せんだけど。あらららら、やめなさい、やめなさい。ケロちゃん、女の子にこう抱きつくのはやめなさい。あと一個、こっちだよね。奥、奥だよね。あ、今光見えたわ。あー、やめなさいって。女の子に抱きつくのはやめなさいって。ケロちゃん、どうした、発情期か。あ、ここだった。ここだった。奥かと思ってた。ちょっとウィリアム来たね。まだ時間あるから、これちょっとゆっくりね。すいません、危ねえ。だから女の子に抱きつくなって。ゾンビ、お前もあれか、発情期か。ちょっと待って、よいしょ。最後の火炎瓶、よし。そこのゾンビ倒すと。やめろ、お前さっきのやつか。さっ、あ、また火炎瓶あったわ。あのカニのゾンビ、さっきのやつでしょうね。こっちまで、たどり着いたみたいです。待って待って。まだ3分ある、3分ある。落ち着こう、落ち着こう、落ち着こう。ベッカベッカ下がって、ベッカ下がって、ベッカ下がって。いやー、くる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 。ベッカ、ベッカ、殴られるぞ。ベッカ、ベッカ入っちゃった。ベッカ一撃入っちゃった。こら、ベッカをいじめるな。ベッカをいじめるな。怖っ。ジムの方来た。はい。オーケー、ナイス。スウェーで回避。紙一重でしたね。そう、サミエルタイミングよくすればね、スウェー回避できるからね。痛い。後ろちゃんと見てなかった。あ、終わった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 。オーケー。撃て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 、撃ってくれ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 。よいしょ、壊したら3個目。早く飲んで、強化しよう、強化しよう。キー抜けないからね。キー抜けないからね。はい、飲んで、飲んで。いくよ。リペア取って。目がチカチカするね。まだ焦点がありませんよ。リッカーおった、リッカーおった。おらよ、君が泣くまで殴るのをやめないぞ。許してほしければ早く泣け。よし、許してやろう。いやー、ね、1500。鋼の拳でボディーブローすればね、1500ぐらいリッカーに当たるからね。
もうたまったもんじゃないですか、一家。瞬殺ですよ。やばいやばいやばい。ちょっと避難避難避難。やいやいやめて避難したかったのに。ボンボン出してきた、ボンボン出してきた。オッケー。こっちも負けじと、ボンボン。投擲やら、ロケランがね、復活したみたいだね。とりあえずもう範囲攻撃で粉砕されましたね。せっかく大量に出したんだけど、すいませんね。はい、ということで本日はね、脱出することができました。またね、サミエル使ったことがない人はね、ぜひともね、サミエル育ててみてはどうですかね。うん。こんな感じで、本当さっきも言ったけど、鋼の拳と、ボディーブローのコンボをね、立夏にすればね、一発1000超えは確実なんで、かなり効率的にね、リッカー倒すことができます。なので、ね、まだサミエル育てたことがない人はね、対クリーチャー用としてね、育てるのもありだと思います。はい、というところで本日はね、ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、バイオハザードのね、まあ、取れ高動画とか、あと検証動画、最新情報動画とかね、上げてるんで、皆さん、ぜひとも、また遊びに来てやってください。よろしくお願いします。そしてね、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、こんな感じでね、動画の投稿意欲、制作意欲のね、向上につながるので、少しでもいいのでね、皆さんお力添えください。よろしくお願いします。はい、それでは、島津のバイオハザードレジスタンスでした。鹿児島からお送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。